2時20分、3階で山川幸太郎とメンテオさんやってます。最後の歌になりました。つまずきながら失いながら溢れる想いをあの頃と今も同じで確かな風にも喜びを見つける。白い髪の男たちな
アトンシオ
彼女に注目します。ところがこの主人公ホフマンの目線に注目、なんとこのホフマン、オランピアのことを本物の女の子と思い込んで恋をしてしまっているのです。それを知ったスパランツァーニ博士、このオランピアのネジが切れると、ホフマンにバレないようにこっそりとネジを巻き直します。そんな様子を呆れた様子で見ているホフマンの親友ニクラウス、彼らのちょっとおかしなやり取りに注目しながら、もう一度この曲をお楽しみください。Thank you.